はい、こんにちは。こんにちは。現場着きましたね。現場着き、今日も現場ですね。今日も現場です。今日は、屋根のルーフィングと唐草ですかね。うん。まあ、ビログなんで、ちょっと流れをこう、パーッと見てもらうような感じになりますかね。はい。はい。じゃあ、腰に巻いて、ヘルメット被って、行きますか。はい、お願いします。はい、お願いします。関係ある。壁向きにこうやって重ねていかなきゃいけない。ああ、なるほど。大事だから、傾く。マスクしてるし、手袋してるし。難しい作業あります。ないです。お手の物ですか。いや、お手の物とは言わんけど、そんな難しい作業ではないです。じゃあ、ゲア行きますか。ゲアで。ゲアの方。ゲアで。はい。はい、ということで現場着きました。お疲れ様です。お疲れ様です。からじゃあちょっと屋根張りの方やってきます。はい。でっかいところですね。そうですね、ちょっとここは住宅じゃないんで、屋根の上で運動会できそう。屋根の上で運動会できませんよ。新人に教えてるんですけど、はい、これは何、はい、ビスですね。いや違うって、はい、これ餌だから、はい、いい。これは何、ビスです。これが俺らの骨となり血となるから。なりませんよねっていう。あの、いやこれはだから実打って、これが仕事でしょ、これが俺たちの生活の糧になる。テレビわかる。なんか、そうそう、そういうことだ。だからこれは何、ビスです。
はい、ということで、まあこんなとこですかね。今日あんまりこう見せ場ない感じなんで、まあ今日は海を楽しんでいただいて、海見えますかね。はい、見えます。見えますかね。ちなみにアーチ型の屋根であるじゃないですか。はい、あそこが一応柏崎市のライオンっていうところですね。ライオン、はい、雷の音と書いてライオンです。ああ、なるほど、はい、あそこでね、いろいろイベントやってますから何の動画なのみたいな。まあそんなところで今日のはビログ動画ですかね。はい、何でしたっけ今日は。ルーフィングからのこう屋根か。そうですね、屋根絡みばっかりで、屋根絡みだったっすかね。はい、ということで、じゃあ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。